県内で初めての300人台です。新型コロナウイルスについて県内で新たに354人が感染し過去最多を更新しました。川勝知事は今日、まん延防止の対象地域に焼津市、藤枝市、磐田市を追加すると発表しました。静岡市、浜松市と隣接する焼津市、藤枝市、また磐田市、まん延を防止するためこの3市につきまして8月15日日曜日午前0時から8月31日夜12時にまで措置区域に追加して指定することといたしまして、今日の定例会見で川勝知事はこれまで22の市や町を対象としてきたまん延防止等重点措置について新たに焼津市、藤枝市、磐田市を追加すると発表しました。適用期間は今月15日から31日までの17日間です。今日県内の新型コロナウイルスの新たな感染者は354人、県全体で初めて300人台に突入し、浜松市の79人、静岡市の73人も過去最多です。またまん延防止の対象地域に追加された焼津市が29人、藤枝市が13人、磐田市が20人でした。日常生活に必要不可欠な行動を除く不要不急の移動は厳に自粛していただく、いわゆるセルフロックダウンをお願いしたいと存じます。いつ緊急事態宣言を要請してもおかしくない状況にあると。まん延防止に新たに追加された焼津駅前の飲食店ではすでに予約も入っていたため対応に追われています。そう、こちらから電話をしてキャンセルというかまたお願いしますって謝ることしかできない。売り上げがない状態なので短期間、まあ、それでも、まあ、今耐えるしかないかなって感じ。まん延防止の期間中はランチの営業などもせず店を閉めるとしています。こっちで焼津でさらに爆発的に広まってしまうよりは、まあこう、まあ、半月ですね、ゆっくりお店を閉めて感染防止に努める方がいいかなと。焼津市の中野市長も新たな局面に高い危機感を持っています。産業が非常にこれで、まあ、ある部分規制がかかってきます。まあ、我慢しなければいけませんが、その辺の支援を含めて県の方にはその状況を見ながらご相談していきたいと考えております。